これから動画アップロード並びに編集の手順を説明します。まずは編集のソフトを立ち上げますね。これは PowerDirect という有料のソフトなんですけども、通常は、ムービーメーカーというのが Windows には付いてますので、そちらをご利用いただければよろしいかと思います。操作方法はほとんど一緒です。で、先ほど撮った動画をですね、ここにドラッグして、ポンと放り投げます。はい。ここから編集をスタートします。まず、このタイムラインと言われるところに、素材の動画をドラッグして持ってきます。このまま、こちらのビュー画面を見てください。そうすると、ここでですね、大きさの調整とかできるわけなんですよ。まあ、とりあえずフル画面でやりますね。で、再生ボタンを押してみましょう。で、最初の余計なところは、こちらの分割というところをクリックして、こちらのね、該当場面のところをカットしていきましょう。そうすると、YouTube 動画の撮影の方法を説明します。はい、このように必要なところだけ入ります。このようなスマートフォンがある。はい、じゃあここでですね、もう一回余計なところが入ってますんで、切りますね。はい、カメラの機能が出ますね。で、そうするとですね、この iPhone でしたら、写真、ビデオの欄があるんですよ。はい、ここも余計なところですね。ちょっと逆でやりにくいんですけど、あれね、こういうふうにね、スクエア手こずってます。パノラマになった。ちょっと待ってくださいよ。この辺からいきましょうか。この辺からまた分割して、今の余計な空転のシーンのところですね、カットしますね。そうするとどうなるでしょう。ちょっとだけ巻き戻して再生してみましょう。タップしていただいて、ビデオの選択にしてください。いい感じでしょ。ビデオの選択になりましたら、あとはこの赤いボタンを押すと、録画が始まりますね。もう一回同じ要領で、ここを分割しておきます。で、録画がまあ数秒とかありますんで、もう一回押すと、もう一回押すとのところはちょっとセリフ入れたいですね。で、録画がまあ数秒とかありますんで、もう一回。はい、もうちょっと細かくいきましょうか。この辺で分割して、今の空転部分をカットします。そうすると、全体が編集してつながります。こういうふうになります。と、録画が始まりますね。ますんで、もう一回押すと、録画が停止になります。これが停止になった状態です。で、このままですね、ちょっとこのカメラはちょっとキャンセルしていただいて、今度は写真の方に行くわけですよ。もう一回いきますよ。咳払いが入っちゃったんで、ここもカットします。はい。で、どこら辺がいいかな？キャンセルしていただいて、今度は写真の方に行くわけですよ。はい、ここカットしましょう。ここに咳払いが入ってますんで、ね、咳払いのところをこうやってカットしていきます。ちょっとだけ巻き戻して再生してみますね。とキャンセルしていただいて、今度は写真の方に行くわけですよ。で、写真の方に行くわけですよ。写真のアイコンをタップしていただくと、ビデオって欄がありますね、真ん中の方に。で、ビデオを押します。ビデオを押すとこういうふうに今撮ったビデオがここにありますので、ここがこういうふうに開きますね。そうするとですね、で、YouTube っていうところがありますので、YouTube にアップロードする場合はこれで OK です。あとはですね、こちらにそれぞれタイトルですとか、内容ですとかね、タグを埋め込むと完成です。アップロードが始まります。以上です。以上ですということなんで、最後の方もこう分割してですね、カットしまして。で、ちょっとしたフェードの編集をかけます。フェードの編集をかけるときは、このトランジションルームをクリックしていただいて、で、こちらですね、フェード。じわーっと消えるようになります。ちょっと試しに再生しましょうか。以上です。こんな感じですね。はい。できましたんで、これが編集完了の画面になります。そうすると、ここで作ったこのタイムラインの素材を YouTube などに出力しなければなりません。ということで、出力のボタンをクリックします。で、いろんな選択肢が出てくるんですけども、オンラインというところを押すと、YouTube にダイレクトにアップロードすることもできるんですが、一旦はデータとして MPEG-4 でパソコンの中に保存しますので、このまま開始します。で、しばらくですね、編集完了まで、このパーセンテージが目いっぱいになるまでですね、待つことになります。完了しました。完了しましたら、こちらの方は閉じていただいて、データが入ったところがドキュメントの該当箇所にございますんで、これはパソコンによってちょっと違うんですけども、今撮ったのはですね、これですね。で、これをちょっと抜き出しておきます。はい、デスクトップに貼り出します。で、この動画、MP4 という形ですね。これをアップロードしていきます。
で、こちらをですね、どのようにアップロードすればいいかということなんですけども、YouTube を上げていただいて、こちらの YouTube の画面に合わせていただいて、Google でログインした YouTube の、画面ですね。これ普通に押したら再生されるいつもの画面です。この上のアップロードというところをね、クリックしてください。そうすると、こういう画面が開きますんで、ここにですね、ほんと簡単なんですよ。さっき作った動画素材を、これですね。これドラッグしていくだけで、アップロードが開始されます。アップロード今開始されております。残り1分ですということで、とても早いですね。で、その間に、ここのタイトルを、こんな感じですよね。説明は、はい、このようにしていきましょう。で、公開を押さなければ公開されないんですが、今回のこの動画は一般公開の動画ではないんで、限定公開をクリックしてですね、それが完了しましょう。で、そうすると、この URL を知らない人にしか再生できない動画が上がってきます。まあ、検索ではたどり着けないってことですよね。こういう風にして情報のセキュリティをかけることができます。あとはこちらのですね、パーセンテージ処理済みがまた 100% になるのを待つだけなんで、まあ3分から5分ほどかかるということです。動画が長ければ長いほど、そして編集が、入り組んでいれば入り組んでいるほど、この処理の時間は長くなるということですね。以上です。ありがとうございました。